ルノー、日産、三菱アライアンスとは、フランスの大手自動車メーカー、ルノーと日本の大手自動車メーカー、日産自動車と三菱自動車工業が締結した、パートナーシップ関係のことである。2016年以前は、ルノー、日産アライアンスと呼ばれた。ルノーイコール日産アライアンスルノールーテシアと、プラットフォームを共有する日産、ノーと日産、ジュークとプラットフォームを共有する。 ルノーキャプチャーインフィニティ Q50 バブル崩壊と901運動の余波により2兆円の有利子負債を抱えて経営破綻寸前であった日産自動車は1999年にフランスのルノー傘下に入って人的、経済的支援を受けて経営を立て直すことになった。コストカッターと呼ばれるルノー社長カルラス・ゴーンがラツワンを振るったことにより 日産は2003年に負債を完済した。2006年5月より、ルノーは日産株の44%を所有し、日産を連結主会社としているが、日産もルノー株全体の15%を所有しており一部持ち合いとなっている。なお、フランスの法律によって、日産の保有する、ルノー株は日産が保有する間は議決権が行使、できない。資本関係上は日産が、 ルノーの連結主会社となる。ルノーからは多くが日産の役員として送り込まれているほか、多くの管理職クラスの人員も送り込まれているが、ルノーに日産出身の役員は皆無である。株式の自家総額は2018年現在まで、子会社の日産本体の方が多く、日産に投資するよりもむしろ、親会社のルノー本体に投資する方が、理にかなう逆転現象が起きている。 ビジネス上では、車台やトランスミッションなどの部品の共通化や購買の共同化によって、コストダウンを図っているほか、ルノーの車を日産ブランドで販売、日産車をルノーのブランドで販売するなどの相互の OEM 供給も行っている。また、同じルノー傘下である韓国のルノーサムスンにおいても、このアライアンスを活かし、自社はもちろんルノーや日産ブランドでの製造、 輸出を行っている。2005年1月には当時のルノー会長であるルイシュバイツァーが2010年までに日産自動車と共に世界市場の10%のシェアを確保し年間400万台の生産を達成するという目標を掲げた。ルノーは参加の日産を含めて自社がフォルクスワーゲングループを上回る欧州最大の自動車メーカーであると述べている。 2010年4月7日、アライアンスはダイムラー AG と戦略的パートナーシップを締結した。2017年現在、このパートナーシップはその発表以降も関係をより進化させながら継続している。2012年には日産の高級車ブランドであるインフィニティを本社機能を香港に移して事実上独立させた。2014年には 2018年までにルノー、日産の部品共通化を7割まで拡大すると発表した。2016年4月に三菱自動車の燃費偽装問題が発覚したことに関連し、5月12日に日産が2370億円で三菱自動車の発行済み株式の34%を取得し、筆頭株主となり戦略的アライアンスを締結するとともに、 三菱自動車の再建を支援すると発表した。2016年10月20日に日産が2370億円で三菱自動車工業の発行済み株式の34%を取得し筆頭株主となりルノー・日産アライアンスに加わったことを発表した。2017年9月15日、アライアンスはそのシナジー効果を年間で100億ユーロへと倍増させる。 新六可燃計画、アライアンス2022とともに、アライアンスの新路ゴを発表した。新路ゴにはこれまで乗るのを、日産に、2016年に、日産が、筆頭株主となった、三菱自動車の意を加えた、例の日産三菱の文字が描かれている。同計画内ではアライアンスにおける、三菱自動車の役割が明記されており、プレスリリース内においてもゴーンは、 メンバー3社と表現しているため、アライアンスは、ルノー、日産と同格の主要メンバーとして、三菱自動車を加え、新たな関係へ移行したことを伺わせた。さらに同計画では、アライアンス全体のパワートレインの共通化を、従来の1、3から3、4に拡大するとしている。2017年上半期の自動車販売台数は5268,079台で、 トヨタ自動車グループやフォルクスワーゲングループを抑え発の世界首位に立った。ただし下半期を含めた1年の売り上げは VW グループに次ぐ2位であった。2018年11月にカルロス・ゴーン及びグレッグ・ケリーが金融商品取引法違反で東京地検特捜部に逮捕されて以降日仏両政府まで巻き込んだ動きが展開されている。 なおもアライアンスは存続しているが、将来的な展望は不透明である。ありがとうございます。